ジュゼッペ・ヤキーニは、イタリア・アスコリ・ピチェの出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。1981年に、セリエ A のアスコリ・カルチョでキャリアをスタートさせ、1989年に、入団した、アクフ・フィオレンティーナでは126試合に出場した。フィオレンティーナ対談後は、パレルモやラベンナなどカブリーグのクラブを渡り歩き、 セリエ C1 のアレッサンドリアに在籍していた2001年に現役を退いた。2001年10月、選手キャリアの晩年を過ごしたセリエの A の AC、ベネツィアの監督に就任し、指導者キャリアをスタートさせた。しかしコーチングライセンスを所持していなかったため6ヶ月の出場停止を課され、ベネツィアはセリエ B へ降格した。2002年にはセリエ C1 の AC チェゼーナ、 2003年には、セリエ B のビチェンツァカルチョ、2004年には、セリエ B のピアチェンツァカルチョで指揮を取り経験を積んだ。2007年6月、セリエ B へ降格したエシー・キエーボ・ベローナの監督に、昇聘され1シーズンでのセリエ A 復帰を果たした。セリエ A で迎えた2008から09シーズンは、好調なスタートを切ったが、2008年11月4日に、解任された。 2009年10月4日、セリエ B のブレシアカルチョの監督に就任。2009から10シーズンを3位で終え、昇格プレイオフでは準決勝で、a s チッタデッラ決勝で、鳥の FC を破り昇格を果たした。セリエ A 昇格後の2010から11シーズンは、広角ゾーンに沈み、2010年12月6日に、解任。しかし2011年1月30日に、 公認のマリオ・ベレッタが2ヶ月で解任されたため、復帰した。2011年11月14日、セリエ B で低迷していた、UC サンプドリアの監督に就任。イヤキーに就任後は、副長をミセリーグを6位で終えると、バレーゼ・カルチョ・ SSD と昇格プレイオフ決勝を、正シセリエ A へ昇格した。2012年12月17日、セリエ A に所属する。 a c c エナの監督に就任。しかしクラブは降格した。2013年9月25日、ジェンナーロガ・トゥーゾの公認として、選手時代にもプレーした、U.S. チュッタ・ディパレルモと2年契約を締結した。2013から14シーズンにはチームを、セリエ B 優勝に導きセリエ復帰。翌2014から15シーズンには、昇格1年目ながら11位につける検討を見せたが、 2015年11月10日に解任された。パレルモは、イアキーニ解任後に、マウリツヨ・ザンパリーニ会長主導のもとで1ヶ月間で4人の指揮官を就任させる混乱を見せたが復調せず、2016年2月15日に、イアキーニを再び監督の座に据えた。しかし3月6日に行われた、インテル戦後のザンパリーニの発言を受け3月8日に辞任した。 ウディネーゼカルチョで5ヶ月式を取り解任され、2017年11月27日に US サスオーロカルチョの監督に就任した。2019年12月23日、アクフ・フィオレンティーナの監督に就任した。ありがとうございます。